耳から学ぶ瞑想録愛と知恵の泉70後編に修道院瞑想録36私のアーナンよ聞き物語私のアーナンよ、もしもお前が私の真の弟子であるならば、私の言うことをよく聞いておくれ。私が三角の家を建てよと言ったならば、三角の家を建てておくれ。家ができたら、私はその家を壊してしまうだろう。そうして、ひし形の家を建てよと言うだろう。お前は一生懸命、ひし形の家を作る。家が出来上がると、私は早速見に行って、たちまちその家を壊してしまうだろう。私はまた丸い家を建てよと言うだろう。お前は一生懸命丸い家を建てるだろう。家が出来上がると、私はすぐに行って壊しにかかる。私のアーナンよ、それでもお前の心は平らかであろうか。私のアーナンよ、もしもお前が私の真の弟子であるならば、私の言うことをよく聞いておくれ。雨が降ったり、天気になったり、また嵐になったりするのはなぜであろうか。冷たい冬があるかと思えば、温和な春があり、また炎熱の夏がある。これらは何を意味するのだろうか。自然がこんな風だから、お前の親族に不幸があっても、幸福があっても、心を平らかにしていなければならない。私のアーナンよ。もしも、お前が幸福のみを追求して不幸を避けようと思うのならば、お前はいつも温暖な春のみを願っているがよい。喜びも悲しみも共に求めてはならぬ。そのようなところに心を留めてはならぬ。いつもよく意識の第二のパートに入っているように注意せよ。私のアーナンよ。いつも心は平らかであろうか。悲しいことが起こったならば、自分一人で旅をせずに、如来と共にそこを越すがよい。喜ばしいことが起こったならば、自分一人が喜ばずに、如来と共に喜ぶがよい。何事も如来がなすのであるから、お前は如来の一切の所作をいつもよく見ているがよい。どんな時、どんなところでも、一瞬間といえども、如来の行為でない時はない。如来の知恵は、深淵であるから何が起ころうとも、心配、計らいせず任せておくがよい。お前は、愚かになって、清濁ともに受け入れ、自分というものを消し去るがよい。私のアーナンよ。法を聞くものが少なくなった。明けの星が消えてゆくときに、私の法を、お前のところにとどめる。よく、自するがよい。